それでは皆様、大変お待たせいたしました。本日はお集まりをいただきましてありがとうございます。本日は都政の立て直し勉強会ということで、小島敏郎氏を講師に迎え、勉強会をさせていただきたいと思っております。私は、未来会議の東京都議会議員田上育子と申します。本日司会をさせていただきます。よろしくお願いいたします。それではですね、早速ですが、進行をさせていただきたいと思います。まずですね、今回私ども未来会議が主催をさせていただいているんですが、主催の挨拶ということで、政治団体未来会議の代表を務めております木村元成よりご挨拶させていただきます。皆様、本日は大変ありがとうございます。私は未来会議の木村元成と申します。今回のですね、都政を立て直す勉強会なんですが、大変急な開催決定でございまして、当初ですね、本当はオンラインでやろうか、そんな検討もございました。それから未来会議立ち上がってまだ1年半ということで、その辺もありまして、もっと多くの方にお声掛けをしたい、そういう思いもあるんですが、今日お誘いできなかった方にはどうぞご理解をいただきたいと思っております。都政は今大変な緊急事態に陥っていると思います。都議会で何か話し合おうとしてもですね、隠し事があったり、あるいは嘘、こうしたことが当たり前になってしまいました。都民に関することを都政で話し合おうにもですね、本当の話が出てこなければ、これはいくら議論しても解決策にはならない、嘘に基づいた議論になると思っています。そこで私たちは今日の勉強会を通じて、都政を立て直さなければならない、そう思う人たちがやっぱり一つになってこのことに当たっていかなければならないと考えております。また開催にあたってはですね、本当に多くの方に力を貸していただきました。本日国会、そして都議会、また市民の方々、お手伝いいただきました、心から感謝を申し上げます。本日約90分間でございますが、どうぞ最後までよろしくお願いいたします。本日はありがとうございます。続いて、本日はですね、日頃より未来会議が、ご相談申し上げたりしています国会議員の先生方にもお入れをいただきました。まずはじめに、立憲民主党東京都連幹事長であります、衆議院議員の手塚義雄先生、一言ご挨拶いただければと思います。お願いいたします。皆さんこんにちは。ご紹介いただきました手塚義雄であります。先日小島先生ともお会いをして、いろんな話をさせていただいて、私どもの方からもですね、小島先生の告発というのか、手記というのかですね、週刊誌報道がですね、本当に 4.28 の、補欠選挙、野党が共闘して戦わせていただいた酒井夏実さんの選挙 ですね、本当に大きな影響を与えてくれたとお礼を申し上げて、ただ戦いは本番はこれからだということで、小島先生とも意気投合させていただきました。肝心なのは言うまでもなく、6月20日に告示されます東京都知事選挙にしっかりとした候補者を擁立をすると、参戦を阻止できる候補者を擁立をするということに尽きるんだろうというふうに思います。多くの市民団体の皆さんや立憲野党各党の皆さんのご協力をいただいて、この間候補者選考委員会を3回開いてまいりました。週明けの月曜日27日の月曜日にも4回目を開かせていただくことになっております。私自身多くの宿題をこの選考委員会からお預かりをしておりますので、その宿題をですね、今一つ一つ、潰すというとおかしいですけど、宿題をこなさせていただいておりまして、27日には選考委員会の方にですね、いい報告ができるように今まさにギリギリの奮闘させていただいているところでございますので、期待をしてくださいというと自分自身に大変なプレッシャーがかかってしまいますので、そこまでは踏み込めませんが、とにかくみんなで結束して戦ってですね、
まあ、率直に言ってね、小池都知事と私スタートが一緒なんですよ。1993年小池さんは、参議院選挙だったかな、衆議院選挙だったかな、私も都議会議員選挙で、私が初めて戦った都議会議員選挙に小池さんに応援に来てもらった記憶があってですね、スタート一緒なんですよ。だけど考えてみればですね、その段階から30年以上にわたってですね、主たる経歴を、ね、主たる経歴を誤ってというか嘘をついて有権者を騙してやってきたという疑惑がですね、こうやって告発されてるわけですよ。こんな話ありえないので、ありえないので、知事の正当性にも関わる話だと思いますから、我々ができることはしっかりとした候補者を擁立をして、知事と一騎打ちの対決をして選挙に勝つと、新しい都政を作るということに尽きると思いますので、もう一踏ん張り頑張りたいと思いますので、ご声援よろしくお願い申し上げます。手塚芳生先生、ありがとうございました。続きまして、お忙しい中駆けつけていただきました共産党の参議院議員、吉良よし子先生、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。日本共産党の参議院議員、吉良よし子です。都知事選を前にですね、都政を見直そうと集まった皆さんに心からの連帯のご挨拶をはじめに申し上げます。小池都知事の都政の問題点についてはこの後都議の皆さん、日本共産党で言えば泉直美、都議団幹事長からルルお話もあるかと思うんですけれども、今日話題にあるこの神宮外苑の再開発をはじめですね、もしくは高校入試のにスピーキングテストを導入する問題とか、または羽田の低空飛行ルートを容認するとか、とにかく都民不在で強権的に物事を進めていくということが最大の小池都政の問題だと思うんです。でとりわけ神宮外苑の再開発については、皆さんとともに現地の調査を行い、また国会の質問でも繰り返し取り上げてきたわけですが、国の方はですね、あくまでも東京都の事業だと、そしてそれは適切に行われていると繰り返すわけです。しかし、これが適切な事業と言えるわけがありません。でそれというのもですね、この間、日本共産党都議団の要求でも公表させてきた都のホームページに載っている資料などを見るとですね、この神宮外苑の再開発、神宮一帯をですね再開発の対象にしてラグビー場と入れ替えるっていう、そういう話はもうすでに2012年の時点から萩生田氏とか森喜朗元首相などが綿密に議論をして始まったことなんだっていうことが明らかになっているわけですね。でしかもそういった議論の過程を東京都はこの間ずっと隠してきてたわけですよ。で2016年に小池都知事が誕生するわけですが、その時もその後もずっと隠し続けてきて、ようやく明らかになったのが2020年と、小池都知事はですね、当選時、情報公開が、東京大改革の一丁目一番地って言ってたわけですけれども、その公約が全く果たせていないっていうことが、この神宮外苑再開発の問題でも一目瞭然なのではないでしょうか。やっぱりね、こういう都政を本当に切り替える、この間でいうとイコモスのヘリテージアラートをきっかけに、樹木保全ということは党を言い始めているわけですけど、しかしこの神宮再開発抜本的に見直すとか中止って言ってるわけではないわけで、やっぱそれではダメなんだと、やっぱりね、根本的に見直して中止をさせていかなきゃいけないんだという審判を都知事選で下すためにもですね、今日の勉強会が皆さんの力になることをお祈りし、私も皆さんと共に都政を立て直すために頑張り抜く決意を申し上げまして、ご挨拶といたします。共に頑張ってまいりましょう。ありがとうございました。吉良よし子先生、どうもありがとうございました。続きまして、小島敏郎氏と、旧知の中であり同級生ですかね、立憲民主党の衆議院議員、安倍智子先生、よろしくお願いいたします。改めましてご紹介いただきました立憲民主党の衆議院議員の安倍智子です。実は小島さんと同級生なだけじゃなくて、石川美希子先生とも同級生、それから日本学術会議の会頭の大西さんとも同級生、なんかみんなぐるぐる
学歴詐称なしでありますけれど、私は神奈川なのでちょっと出張ってごめんなさいで、でも紹介しなきゃいけないことがあるんです。2022年の11月1年半ちょっとかな、その時神宮外苑の自然と歴史文化を守る国会議員の会、もう名前が忘れちゃうからメモした、神宮外苑の自然と歴史文化を守る国会議員の会、船田先生が会長呼びかけ人になってくれて、この時26人で発足したんです。自民7、立憲9、国民民主3、維新3、共産2、社民1、無所属1、ね、なんてバラエティに富んでるでしょう。要するに誰が見てもダメなものはダメなんですよね。木をぶった切って公園を利権に変えて、そんなことやってほしくないし、東京って日本の顔じゃないですか。そこで何をしてますかということで、私たちも勉強会を重ねて、特に石川先生なんか一本一本数えて、どの木どの木どの木ってやって、議員で現地も見せてもらったりしました。なんでこういうことが起こるんだろうと、もう本当に不思議でした。実は私は神奈川だって言ったけど、神奈川の辻堂っていう海に近いところからも見木で木が行ってるんですよね。日本のあちこちから神宮外苑のためにみんなのです公共性、本当にコモンズ、最近横文字流行りだから、そういうことの象徴が神宮外苑だし、実は民主主義の象徴なんだと思います。東京都のもう真っ当な将来に向けて、ぜひ皆さんと一緒に隣の神奈川から応援してますので、これからもよろしくお願いします。終わります。安倍智子先生、どうもありがとうございました。続きまして、元衆議院議員大泉裕子先生お見えになっていると伺っております。いいですか、一言ご挨拶お願いします。せっかくですのでお願いします。急に申し訳ございません、お願いします。メカもわからないほどの74歳の年寄りでございます。元衆議院議員ということでございますが、今日はですね、未来会議の皆様、何よりもここにいらっしゃる代表の木村さんにお声をかけていただいてやってまいりました。素晴らしい人なんですよ。一緒に勉強会やっておりまして、絶対にこの方が先頭に立ってやってるものは応援したいということでやってきましたので、ご挨拶の準備は全く考えてなかったので、一言だけ言わせていただきますね。未来会議頑張れ、木村さん頑張れ、以上でございます。ありがとうございます。ご声援もいただいてしまいました。どうもありがとうございました。先生ありがとうございます。続きまして、本日は、東京都議会からも、たくさんの仲間たちが駆けつけてくださいました。まずは立憲民主党の武井陽子都議会議員、代表してお願いいたします。都議会立憲民主党の武井陽子と申します。本日幹事長の西澤啓太幹事長が公務のためちょっとこちらに参加が叶いませんでしたので、代わりにご挨拶をさせていただきます。本日は杉並区から関口健太郎議員、そして武蔵野から五十嵐恵里都議会議員、そして立川市から鈴木烈都議会議員が参加をしております。図らずも私たち皆一期生でありまして、この都議会に入ってなんて変わったところだろうと、みんな市議会、区議会の経験がある議員が多いわけですけれども、全然違うんですね。特に小池さんがですね、百合子さんが、違う、都知事が、すいません、都合の悪いことに答えない、都合のいいことは横文字を並べてペラペラ喋られるわけですけれども、特に前回の第1回定例会では、この答弁拒否の問題を取り上げました、
関口健太郎議員ですね、本当に答弁拒否、まあ、都合の悪いことは耳をパタッと閉じてしまって、まあ、知事どうですかと言っても違う人が出てきて、まあ、企画の部長とかが出てきてお答えいたします。都知事にしかわからないことを聞いてもこっちから出てきてお答えします。全く知事が答えないということなんですね。これは多分最初はそうではなかったというふうに聞いております、先輩方からは。ところがまあ変わってしまわれた、先ほどもお話があった情報公開が一丁目一番地だとおっしゃってましたが、まあ私も英語のスピーキングテストの問題にすごく関わりましたけれども、何をやっぱり情報公開請求をしてもですね、黒塗りでやってくるということなんであります。ですから私たちはまあこういった形で東京都政がどんどんと進められていくことに我慢ができませんし、何よりもやはりお金の使い方、最近で言えばですね、東京都庁にこうバンバン光を当てるプロジェクションマッピング、これに18億、果ては50億とも言われておりますけれども、そんなお金を使うんであれば、この足元にですねホームレスの方もいらっしゃる、そして土曜日になれば食べ物を待つ列ができている、このフードバンクの列ができているようなところでバンバンと、まあ、インバウンドだと言っていますけれども、これ以上インバウンドを呼ぶよりもやっぱり困っている人たちにお金を使ってもらいたい、私たちはそのように思っております。まあ、他にもちょっとね疑問を持つようなお金の使い方あるわけですので、それを私たちは一つ一つ指摘をしてまいりました。まあ、当然神宮の外苑の問題につきましてもこれはおかしいと反対の声を上げたわけでありますけれども、さまざまな形で皆さんと連帯をして、そしてしっかりと私たちの声を受け止めてもらえる、そして何も隠し事、嘘欺瞞のない都知事を選びたいと思っておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いを申し上げます。ありがとうございます。武井陽子都議会議員、ありがとうございました。続きまして、日本共産党東京都議会議員団幹事長であります泉直美都議会議員、お願いいたします。ご参加の皆さん、こんにちは。ご紹介をいただきました日本共産党東京都議会議員団で幹事長をしております泉直美でございます。本日この勉強会には団長、都議団団長の大山智子議員と一緒に参加をさせていただきました。で、ここにお集まりの皆さんに対して言うまでもないことですけれども、地方自治体の政治というのは二元代表制で成り立っています。首長もそして議会もそれぞれそこの住民から選ばれた、そういう人で構成をされている。ですからその代表である都知事の学歴詐称の問題がこれほどクローズアップされて騒がれている。小池都知事は4年前も同じようなことで騒がれて、選挙のたびにこういう話が出てくるのを残念だというふうに言いました。この残念な状況を作り出しているのは誰かといえば、やはり小池都知事自身だろうと。学歴詐称がもし真実なんであれば、これは知事としての資格に関わる問題です。そしてカイロ大を卒業したということをもって全てのキャリアを構築してきた小池都知事の人としての資質に関わる問題です。さらにはエジプトというところからこのようにこの便宜を図ってもらったんだとすれば、主権に、国としての自治体としての主権に関わる問題でもあるというふうに私たちは考えています。だからこそこの問題をの真相をどうやって究明するのか、二元代表制のもう一方の当事者である議会にもその姿勢が今問われているというふうに感じています。市民団体の方たちからは百条委員会の設置を求める要請書も出され、私どもも先日これを受け取りました。都議会として都政に対する重大な信頼がかかっている問題として、この問題をどう議会の中で真相究明していくのか、それが問われているということをしっかり胸に刻みながら、今日の勉強会で私どもも勉強させていただきながら、皆さんと共に都政の透明化、そして適正化、進めていくために、
7月の都知事選でみんなの願いが叶う希望ある都政を実現するためにご一緒に力を合わせていきたいというふうに思っています。本日はどうぞよろしくお願いいたします。泉直美都議会議員ありがとうございました。続きまして、私ども未来会議なんですが、幹事の米川大二郎議員一言お願いいたします。都議会会派の未来会議の幹事をしております米川大二郎です。よろしくお願いいたします。我々未来会議は昨年の12月から、小池都知事が1400万都民の代表としてふさわしいのかどうかということで、知事の学歴の問題について、質問をしてまいりました。なかなかこれ一本ではですね、すぐに解決する問題ではなく複雑だということがありますので、ぜひ今日の勉強会でそれを改めて見直して次の定例会等に生かしていきたいと思っております。また神宮の外苑の再開発についてなんですけど、これはですね、いろいろと調べてまいりますと、東京2020大会のまちづくりの検討会というのが平成30年代に行われておりました。その時の資料にかなりですね、有力な情報が載っていることを改めて勉強したところを発見しました。特にですね、新国立競技場ってオリンピック行われたところありますよね。あれ都市計画に準ずる、として、未供用地のままでございます。で、例えば今度新ラグビー秩父宮ラグビー場できますが、あそこ今神宮の第二球場であれば供用地なんですけど、土地の転換があれば未供用地のままです。明らかにおかしいんです。ですからこの形式と実態が合ってないというようなことも、全てがですね、まちづくりの検討会からいろんなことがあってこの現在に至ってますので、ぜひ皆さん方とともに、これを取り組んでしっかりとですね、我々の都民が安心して暮らせる街にしていきたいと思っております。とにかく複雑ですので、今日の小島先生の話を期待しております。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。本日実は東京都議会で常任委員会が開催されておりまして、この後も都議会議員駆けつけるかと思いますが、その時はご紹介をさせていただきたいというふうに思っております。そしてですね、先ほども小島敏郎氏とも同級生ということで安倍先生からご紹介をいただきましたが、日本イコモス国内委員会の理事であり中央大学研究開発機構教授であります石川美希子先生も駆けつけてくださいました。一言ご挨拶いただければと思います。お願いいたします。ありがとうございます。思いもかけず安倍衆議院議員から同級生ということで、お二人はもう学校にいる時から超優等生、私はなんかこう田舎から出てきましてね、右も左も分からなくて、すごいところだな、どうしてみんなこんな頭がいいんだろうというですね、劣等生で、で50年ぐらい経ってですね、こういう形でなんかわからないけれども巡り合ってるっていうのは不思議な気がいたします。私はいつも劣等生でももうなんか巡る必要ないよって皆さんに申し上げたいと思います。それで今日は小島さんがですね、もう本当にしっかりとメッセージを出していただきましたので、非常に大事な勉強会と思いましたので、ちゃんと原稿を書いてきましたので読ませていただきます。日本イコモスの石川と申します。イコモスというのはちょっと聞き慣れない組織だと思いますが、皆さん世界遺産ってご存知ですよね。ユネスコが指定するわけですけども、でその時にこれが世界遺産に値するものかどうかということを審査しなくちゃいけないんです。それは相当の専門的な知識がないと要するに勝手にできませんよね。でそのために私たちのもうすごい組織です。世界150カ国建築から私のようななんかランドスケープからも橋からものすごい専門家集団がいまして、それがイコモスという組織です。でですから私たちが調べて日本の世界遺産は日本人はできませんので外国から来ます。で例えば中国の世界遺産、私なんかが行ってですね、電話帳のようなものを読んでこれがヒアリングをして決めるわけです。
そういう組織ですので、今回明治神宮内苑と外苑、まあ、私はイコモスの理事ですのでめったなことは言えませんが、はっきり申し上げまして、世界に誇る世界遺産に値する財産です。東京が誇る文化的な資産です。東京の文化資産、皆さん驚かれると思いますが、一つしかない。それが日本人ではないです。フランス人の建築家のコルビジェという方がお作りになられた西洋近代美術館、よろしいですか。東京都のいわゆる世界遺産がフランス人の建築なんですよ。私はやはりいつの日か日本が誇る、東京が誇るものをですね、東京の文化遺産としてやはり世の中に出していきたい。そのためには背水の陣で戦っております。内苑外苑、外苑だけでは無理です、両方セットです。で、ちょっとごめんなさい、前置きをいたしましたけれども、今日のメッセージです。神宮外苑における市街地再開発事業により、日本が誇る世界遺産ともなりうる文化的遺産が破壊されるため、この間多くの皆様とともに再開発事業の中止を求めてまいりました。日本イコモス28回も声明出しています。もう考えられないことですね。で、この再開発事業は都市計画公園を削除し、高さ規制が15メーターである伝統ある風致地区に100年の歴史があります、190メーター185メーター80メーターの高層ビルを建てて、第1期だけで3000本を超える樹木を伐採するというものです。明治以来、東京は関東大震災、戦災、大きな荒波をくぐり抜けてきましたが、これほどの法の秩序をないがしろにした開発は前代未聞です。これは私が恐縮ですが、これできちんと博士を取って東大の教授をしておりますので、正しいメッセージです。いい加減なメッセージではございません。前代未聞です。昨年9月にはユネスコの世界遺産の諮問機関である国際イコモスから、文化遺産の破壊につながる行為に対する究極の勧告であるヘリテージアラートが世界150カ国の賛同のもとに発出されました。また本年3月には日弁連会長より本件に対する東京都環境影響評価が客観的かつ科学的な評価書とはなっていないため、これが明らかになるまで再開発工事の停止の検討を求めるとの声明が出されました。大変重い声明です。小池百合子知事の最大の問題は、市民の意見、国際社会の警告、日弁連会長からなどの声明などに一切耳を傾けることなく、大手ディベロッパーや商社が進める文化遺産の破壊行為を率先して支持しているということです。市民の声に耳を傾けることのないリーダーは、民主主義に基づく都政のリーダーに必要はないと思います。本日の集まりがこのことをしっかりと見極める会になることを記念いたします。よろしくお願いします。石川幹子先生、ありがとうございます。私も神宮外苑再開発の今都議会の議連の、はい、会長を務めておりますけれども、一緒にこれからも戦ってまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、それでは本題の勉強会に入ります前に演壇の準備をさせていただきます。少々お待ちくださいませ。